はい。今、録画しました。はい。そうすれば、変な画面が出てこないと思うんで。ですね。今、どこの話したんだっけ。うわー、危ないせーよ。うわー、ケーキ熱々ですよ。おいー、ありがとうございます。お待たせいたしました。一番くじ仮面ライダー、50th Anniversary Vol. 2、結果発表イエーではまず、D 賞から、D 賞デザインタオル来たぞ、ようこそ。さっき気づいたんだよね。今回のこのラインナップ、この、長めのタオルあったんだと思って。仮面ライダー1号と、2枚目。平成ファーストクーガー。やったね。続いて、01! ありがとうございます。3は4枚目。リバイス！ありがとうございます。リバイとバイス。こっちがリバイで、こっちがバイス、そしてこっちが底辺。ありがとうございます。いや、ダブることなかったね。さあ、お次は、水晶ね。ありがとうございます。まずはこちら。1号とサイクロン号。そして、リヴァイとバイスの、プテラゲノムですね。はい、出ました。栄光の7人、7人ライダー、ですね。7人ライダーということで、やっぱセンターはストロンガーと。なんかちょっと待って。なんかさ、ライダーはにやけてないか、これ。さあ、お次は、バーク！後ろにはシャドウムーン。で、仮面ライダー、それ、RX だ。また俺 RX の方を歌ってるわ。あ、4枚目ですね。はい、来ました。2号ライダーの皆さん。2号ライダー。これなかなか珍しい。私は G3X が推しですね。2号ライダーの中で。なんで、ここ G3X であって欲しかった。平成ライダー1期の最強フォームの皆さんですね。いいんだね。最強フォームでいいんだよね。最終フォームじゃないよね。ファイズブラスターの前鏡は珍しい。確かにね。6枚目。2期の方の、最強フォーム。以上です。いい賞でございます。デフォルメクス！ありがとうございます。今回のラインナップ。あ、ライダーマンとか来てほしいけど。高山さんがいるのか。ヒアシャフィーフンさんのプレミア公開見てて、バイスがとか言ってたんですけど。あー、これか。これか。これのこと言ってたんか。これか。あー、これは欲しいかも。っていうか、前回のやつでリヴァイとバイスは出なかったんだよね。1個目。なにやでれパン！なんだ？うわぁ！うわぁ！うわぁ！ちょっとこのブレード外れだわ。ブレイラウザをぶっ刺しているブレードなんですけども、あぁ！アンチの皆さん喜んでるのかな？あぁ、2個目、参りましょう。せーの、ぷっ！なんだ？うわぁ！うわぁ！お前は誰だ？高山人来ましたよ。ハッシュタグ、ナイス一ノ瀬じゃない。あー、今、何人かね、アンチがね、いましたね。ファンの方とアンチの皆さん、喧嘩しないようにお願いしますね。底辺さんこんばんは、こんばんは。あんまり底辺さんって言われたことないんだけどね。ポーズはいつもよく見る感じの、あれですね。3個目、ありがとうございます。さあ、ペッ！え、スカイライダー、スカイライダー、おお、すごい、ここに来て昭和、スカイライダー。これさ、飛んでる時のスカイライダーが欲しいんだけど、ビャーンって飛んでるやつが良かったんじゃない。4箱目でございます。せーの、ペッ！あ、キワです。顎のところなんか口元おかしいけども、はい、キバットの目が塗装されてますね。前回は4個だったんですが、5個目参りましょう。どれでっかね。ここで昭和？シャドウムーン！うわー！シャドウムーン！ブラック持ってないっていう感じかな。あー、そうだなー。やっぱり、リヴァイ、バイスの方かな。昭和かな？はい。行きましょう。せーの、ペッ！え？おい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 。おもうまさにそうだよ。ナイスバイスだよ。ハッシュタグナイスバイスですよ。ごめんなさい。大事なところ忘れてました。オロナミン C 並みに忘れてましたね。気になる。対象年齢の方ですね。今回の一番くじの対象年齢は、はい、対象年齢15歳以上。オッケー！
来たよ、悪魔バイス。まさに今こんな感じですよ、私。私の中にいる悪魔こんな感じですよ、今。ですよ。マスクしてますね。耳もいい感じに。以上でございます。この時点で相手の攻撃を止めておきたい。この時点で、15枚分のくじの発表でございました。そろそろアンチの皆さんが、ちょっと、来てるね。これ配信の、この画面の向こうで、アンチが、そろそろ、ちょっとこれまずいかなっていう、ちょっと、そわそわしてるんじゃないでしょうか。終わりませんよ。あれ？おかしいな。え？俺なんで？あれ？ちょっと待って。あれ？これなんで俺、おかしいの、なんかダブっちゃった、あれ、なんかダブったんだけど。俺どうやって選んだかな。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。私ね、D 賞のデザインタオル、そして水賞のビジュアルシート、E 賞のデフォルメクス。ごめんなさい、これね、選ぶ、あれなかったんですよ。ええ、なぜならば、全部行かせていただきました。ということで、さあ、アンチの皆さん、アンチの皆さんどうでしょう？アンチの皆さん。頭を抱えて動けません。いや、どうも、アンチの皆様。今回もダメでしたね。ダメでしたね。はい、さよなら。もう大丈夫よ。もう君たちの出番はもう終わりだからね。ありがとうございました。まさにナイスバイス。最後はラストワンショー。ソフニックス、仮面ライダーバイス。さっき多分今映ったアンチの皆さんは、あれですね。ライブビューイング。ね、ご丁寧に。アンチのくせにライブビューイングでこう、わざわざさ、みんなで集まってこうやって見てるんだぜ。怖いよね。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、一ノ瀬隼人でございます。不定期に動画を更新しております。誠心誠意頑張っております。ありがとうございます。そうだ。ちょっと、見てみましょうか。外の方をちょっと、どんな感じに騒いでるのかな？ファンのみんなは？どうだ？喜んでる、喜んでる。すごい喜んでる。ありがとうございます。ありがとうございます。イェーイ。はい、ありがとうございます。防音ガラスすげえ。そうだよね、開けた瞬間うわーだもんね。埼玉とはこんなに騒がしいのか。アップにも耐えられる。来ました、これこそハッシュタグナイスバイス。で、足の裏とかも、そうそうだそうだそうだ、これやらないと。いやー、来た、50。足の裏で50。わはい、ちゃんとスタンドなしでも、バイスは自立できます。まあ、私は自立できないんだけどね。光ってるね。光ってる。てれれれ、てれてれれれれ。いや、リーバーやっぱ真っ赤だな。てれれれ、てれれてれてれて。バイスの方が、全然光漏れがない。ね。まあ、リーバーに比べたら、結構綺麗なんじゃないのこれ。うわすごい。わーお。これが今回の、第1弾第2弾の目標でございましたね。水晶の輝き。ブーわーわということで、以上、一ノ瀬アートでございました。また次の動画でお会いいたしましょう。